はようございます。今日もですね、変わろうか下手じゃない おはようございますテイク2でございます。現在の時刻は6時ぴったり。でっかいな声。ごめんなさいね。今日も元気。元気であるね。病み上がりですけど、ね、1週間ぐらい体調崩してましたけど。コロナなっちゃったのさ。ちょっとね、93歳のうちのおばあちゃんがコロナで救急搬送されまして、38.7 度まで上がったんだけど、まあ、無事生き延びまして。毎日ね、看病行ってたけど、映っちゃって。映りましたね。久しぶりに撮影、晴れてよかったね。ね、すごい天気。うん。今日も室蘭で釣りをしましょう。はい、そう。で今ね、現在6時なんだけどもね、実は4時半からね、いたんですよね。4時半にいて、まあ、竿を振る練習したりね、うん。そうそう、投げる練習をね、してたんだけどね、なんせ糸を絡ませて今もうね。かかりましたね。20分、30分くらいやってたんじゃないですか。ごめんなさい。火上がってたわ、もう。火上がってた。糸しか見てなかったから気づかなかったすいません、ほんとね。今回ですね、なんか室蘭の方にも、サバとか、フクラギって言われる、青魚が来てるっぽいんだよね。おー、ブリの小さいやつ。そうそうそう、みたいな感じ。なんかブリって4段階あるらしいね。ね、あるらしいね。稲田とか、フクラギ？そう、だから稲田あたり、初号とかも言われたりするんだけど、よくわかんない。俺も。のうちの今はふくらぎが来ているということでございますね。ちなみに先週3連休だったんですけど、俺3日間チャレンジして1匹も釣れてないんで。3日間行ったよね。もうね、朝マズメも夕マズメも行ってんだよね、龍馬ね。ええ、1匹も釣れてないです。ねー。なんか渋いらしくて、その釣り場にいる人たちもなかなか釣れてない。ああ、じゃあ難しかったんだね。じゃあもう今日ね、ぜひ釣って釣りますよ。お刺身食べたいと思います。絶対食べる。じゃあ今日も釣っていくぞ。ついに餌釣りではなく投げ、ジギングって言われるやつだね。これがジギングっていうんだ。そう、ジグで釣ることを、それなんかジグって言われる仕掛けなんだけど、らしいんだけど、行くぞ。お願いします。よそう、後ろ確認大事だから、後方確認ね。うん、いいね、上手になったね。今のところまだ多分誰も釣れてないね。まだだね。うん、誰も上がってないわ。もうだって1時間半ここにいるのにね。うん、え、どうする、ここ釣れなかったらまた移動する。そうだな、いや移動大事よ。今日もね、うちらはもう恒例なんですけど、釣りをしてから豊浦のピザを食べに行くっていうね。うん、一連流れできたね。ね、ここでダメだったらあっち系、うん、豊浦の方面に向かっていきましょう。そうだね。はいはい。すごい上手になりましたね。今日一日でめっちゃ上手になってる。すっごい伸びていく今日。うん、まっすぐだしね。ね。ダン、移動してまいりました。ゼロでしたね。ねえ、1箇所目ではもうね、全然釣れずなったので、2箇所目車で、まあ、2、30分くらいのところに、そうだね、はい、移動してまいりました。今回ね、ここ初めて来てみました、うん、すごいよ、この岩壁とかに貝とかウニとかがね、めっちゃついてるんだよね。これ取れるかな。いいね、豊かな証拠だわ。ちょっと小雨降ってますけど、まあまあ降ってる。すぐ止むみたいなんで、あっちとかも青空だから、ね、釣るぞ。はい。ちょっと人いるから恥ずかしかった。磯目買ってきたんだけど、うん、色がね、オレンジを見つけたんですよ。いつもの青い磯目じゃないんだ。そう、オレンジ磯目の方がバック釣れって書いてたから100円高かったんだけど、こっちにしてみた。我々ネット情報とか鵜呑みにするタイプだからね。よし、行きますよ。すっごい多分静電気がしてるわ。静電気すごいことなってるわ。帽子かぶってたからだ。すごい逆立ってるわ。いいね、やわらかみなぎってるんじゃない。電気走ってる。
これ後で自分で編集するときに見てもらってほしいわ。分かったすごい逆立ってるわ。じゃあつけていきます。よ、うわ、すごい、あ、いいね、いいね、いいね、ホライドめっちゃ元気。はい、安心ください。筋肉感じる？あー、硬い硬い。あ、いいね、いいね、完璧だ。よいしょ、いいわ。もう投げません。穴釣りです、いつもの原点だね、我々の。そうだよ、結構ね、いいポイントもありそうなんだよね。なんかここがいい感じた、うん、ここ行きまーす。いたね。今回からさ、左の方にしてるからね、うん、今まで右手ですっごい感覚探ったんだけど、次左でこれをやんなきゃいけないと思うと、あとなんか一からな気がする。そんな大きくないかな。来たんですか。来ましたよ。来たんだ。え、もうちっちゃいちっちゃい、うわ、ちっちゃいちっちゃい。20センチぐらいかな。かな、うん、リリースですね。リリースです。そう、本当？うん、小さいわね。じゃじゃーん。このサイズは運用よ。うん、まあ15センチとかかな。うん、そんなないか。15くらいかな。多く見積もって15。ガイアだね。リリース。はい、リリースします。来ましたか。逃すなよ。ちいちいかな。なんでちいちゃいかな。そんな大物来たみたいな感じ出すのやめてくんない？そう、結構引いたんだけどな。いや、強いんだべこいつが。20ぐらいかな。ガヤ3匹目ですね。20センチ未満の小さいガヤが3匹ですね。どうすんだよ。お前が釣れ。いや、私今日釣れない、全然。どうしてさ、こんなに海はいいのに。これこの中も見てよ、ここ見えるかな。これ穴釣りに適しまくってるんだよ。波もないのにさ、なんで今日こんな釣れないんだろう。ちょっとでも大きいの一匹釣んないと動画にはできねえな。俺の釣ったやつだけはこくらいしよう。小さいじゃん、だってちっちゃ、釣れたに入ってないから。20センチ以内って未満。釣れないやつが言うな。釣り上げてきた。今日の中で一番大きい。近い。今日の中で一番いいサイズかな。さ、何センチでしょうか。22センチぐらいかな。ギリギリだったわ。まあ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 、やっぱ20センチ以上釣れたらね、釣ったって感じするよね。そう、引きがね、いいね。はい、じゃあ返してあげてください。はい、あ、来てますよ。ほんと？え、今日龍馬めっちゃすごいじゃん。あれ？そんなんでもないかな。まだ大きくないな。さっきちょっと大きいぐらいか。24ぐらいかな。今日バク釣りです。はい、でもリリースです。惜しくない？その魚の時だけ勝て。私1匹も釣れてないくせにね。釣れましたか、ついに。20センチくらい、もうないですよ、もう。20ないぐらいだね。ないです。リリースです。はあ、明日も釣りだな、こりゃ。そうだな。あ、来てる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 。お、いるぞそこに。あ、あ、来た、一発だ。龍馬龍馬龍馬、めっちゃ来ためっちゃ来ためっちゃ来た。半端じゃない。すっごい。